皆さんはご存知だろうか。乙女ジェイアンを。乙女ジェイアンだと？あんなに凶暴でガサツな男からは想像もつかないんだけど、確かに普段は凶暴で誰よりも男らしいキャラなのだが、実は意外な少女趣味、シャイで内気な性格、そして誰よりも情に熱く涙もろいのだ。というわけで今回は、乙女ジェイアン、だ。僕本当に君のこと好きなんだ。嬉しいわ、のび太さん。というわけで今回は、乙女ジェイアンについて解説していくぞ。普段ジェイアンは街のガキ大将として、乱暴で凶暴で、動物や女子供でも容赦しない男なのだが、実はとある一面においては非常に内向的な性格であり、コミックス29巻、ぐんにゃりジェイアンでは。と、女の子に気味の悪い笑みを浮かべて逃げられるジェイアン。どうやらあの少女に恋をしているらしく、うまくいかずに落ち込んでいるようだ。そして勇気を出して話しかけようにも本人曰く。声をかけようと思うけど、俺ってほら、内気だろ。と、恥ずかしくて声がかけられず、コミックス44巻、恋するジェイアンでも、また恋をして空き地の土管に佇むジェイアン。しかもその会話は神によって行われ、恥ずかしくてのび太にも直接相談できないのだ。さらにさらにその恋した女の子と会話するために、スネ夫がマイクで代弁するといった作戦をとっており、恋愛においてはかなり奥手なのである。普段あんなにガサツなのに恋愛はダメなのね。そう、しかもこの内気発言はことあるごとに言っていてな。コミックス40巻、泣くなジャイコよでは、妹のジャイコが恋をしたとき、この野郎の前に出ると、口も聞けないらしい。俺に似て、内気だからな。と、内気発言。大長編17巻、ドラえもんのび太のねじ巻きシティ冒険記でも、久しぶりに再会したぬいぐるみ怪獣ゴジちゃんに対し、こんな奴に脅かされて、森の奥に引っ込んでたって、お前俺に似て、内気だもんな。と、ここでも自分は内気だと発言しているのだ。絶対そんなことない気がするが、そう、そんなことはみんなわかっている。だから、コミックス40巻、普通の男の子に戻らないでは、ジェイアンが歌の道を諦めると発言した際に、俺にはわかってんだ。俺、デリケートだからよ。と、自分はデリケート、繊細な人間だと発言しているのだが、ふん、信じられないな。と、スネ夫には一発で見抜かれており、本音ではやめたふりしてカムバック宣言を狙う、結構いやらしい性格をしているのであった。全然内気でデリケートな性格とは思えん。うむ、でもまあ本人はそう思っているだけってやつだな。あと、性格に関してもう少し言及すると、実はジェイアン以外にも涙もろく、コミックス31巻、試しにさようならでは、のび太が、もしもボックスでアメリカに引っ越すことになった際、家まで来て涙を流し、のび太を思うような励ましを長々と語った後、大泣きしながら帰っていったので、ジェイアンって、意外と涙もろいんだな、僕までジーンとしちゃったよ、と、のび太やドラえもんも認める情に熱く涙もろい少年なのだ。そして涙もろいといえば、実はジェイアンはお酒が入っても涙もろくなり、コミックス30巻、ほんわかキャップでは、ほんわかキャップという、このキャップで飲んだ飲み物がお酒を飲んだような気分になる道具で、ジェイアンとスネ夫が酒盛りをしていると、突然スネ夫がものすごい酒癖を発揮し、でっかい顔しやがって、ジェイアンで、みんな泣かされてんだぞ。お前なんか街の郊外だぞ、バロー。と、一気にまくし立てられると、ぐす、何もそんなに、言わなくても、心の中では、みんなに悪いと、あたし辛い。悪いと思ったら切って返せ。返すわよ。他の人のおもちゃも本もみんな返すわよ。さっさと次の家回れ。と、お酒が入ると涙もろくなるだけではなく、なぜかおかまくちょうになり、そして借りパクしたものを返してくれる、女の子みたいになるジェイアンなのでした。性格変わりすぎでしょ。ちなみにジェイアンが原作で演出するシーンはあと2回あるのだが、藤子 F 不二雄大全集4巻魔法蛇口では、魔法蛇口という、蛇口を刺した場所からいろんな飲み物が出るのだが、その中の一つにお酒が混じっており、ジェイアンとスネ夫が漂って裸踊りをしたり、コミックス25巻のび太の結婚前夜でも、大人になった4人の男性陣がみんなでビールを飲むのだが、さすがに裸になったり涙もろくなることはもうないみたいだな。さすがにか、というわけで少し話はそれたが、これにて内気でデリケート、情に熱く涙もろいジェイアンを紹介したぜ。これを踏まえて、ここからはよりもっと乙女チックなジェイアンに迫っていこう。お願いします。まずは意外なジェイアンの少女趣味、コミックス8巻ゆっくり反射雑巾では、見ろ、花の芽が伸びてきた。俺が巻いたんだぞ。ジェイアンか。この街の電柱の根元にずっと巻いた。どうして電柱に。生まれにくいしさ肥料をやらなくて済むし。素敵、花いっぱいの街になるわね。そう、花いっぱいにするんだ。と、意外や意外、街をお花でいっぱいにしようという計画を実践しているのだ。しかも新芽を踏まれた際は劣化のごとく切れており、その計画の本気度が伺えるのだ。ジェイアンから花いっぱいの街にしたいって夢が想像もつかないわね。そう、だがもっと意外な趣味もあってだな。コミックス5巻押しかけ電話では、誰も知らない俺の秘密、ほほほ、俺、ママごと大好きなの。男のくせに、やーやー。
と、なんと意外なことにおままごとが大好きなジャイアン。これは意外すぎるわ。しかもこれは俺らしくないとわかっているのか。なんとドラ焼きでドラえもんを買収しており、密かな楽しみ、趣味としてままごとを楽しんでいるようなのであった。女の子云々以前に小学生でおままごとは結構ハードルが高い気がするよ。確かにそれは言えてる気がするぜ。ちなみにウィキペディア情報によると、その他の思考として大きなテディベアが挙げられる。毎週見ている動物番組に800枚の応募はがきを送って当選。それがテディベアであった。カッコテレビアニメ第2作第1期プレゼントルーツ1995年1月27日放送。また、ゴリラのぬいぐるみを抱いて寝ていることも、書籍ドラえもんの漫画で覚える英語辞典では少女漫画のキャラクターが描かれた下敷きを持っていたこともあった。とあり、やっぱり意外な少女趣味がジャイアンには多いみたいだな。なんていうか可愛らしい趣味だしいいんじゃない。このご時世ならともかく、昔は今よりずっと男らしく、女らしくが根強い時代だからな。ジャイアンにとって少女趣味は公にできなかったんだろうな。今は大きい大人でもプリキュアとか見るもんね。そうだな。ではそんな感じに少女趣味が多いジャイアンだが、実はそんなジャイアンが道具などの効果によって、本当に女の子のようになってしまったことが作中では数多く登場していてだな。ここからはそんな女の子ジャイアンについて解説していこう。お願いします。まずはコミックス6巻、ジキルハイドでは、ジキルハイドという、一粒の芽が10分間人柄があべこべになるこの薬。この薬をジャイアンが大量に服用した結果、のび太さんいらっしゃるかしら。望遠鏡やなんか、今までお借りしたものです。あたし自体、いけない子だったわ。許してちょうだいね。と、お酒を飲んだ時同様借りパクしたものを返してくれるだけでなく、人柄が変わるというか、女の子みたいな性格になるジャイアン。それだけ普段も楽の性格してるってことなんだろうね。そう、だからこういった道具で性格や人格を変えられると、誰よりも極端に変化が起きやすいんだよな。だから次のコミックス8巻、男女を飲めば、では、男女という、男は女らしく、女は男らしくなるこの道具で、サッカー中に、ジャイアンのボールがスネ夫に直撃した際、モブ二人がジャイアンを攻め立てると、何よ、あんたたち、みんなで私一人をいじめるのね。いいわよいいわよ、わあ。と、またしても大泣きしてしまうのだ。ジャイアン性格変わるとすぐ泣くのね。うむ、ちなみにこの後仲直りしたこの4人は、ゴム飛びしない、お人形遊びがいいわ。と、ここではしれっとおままごとへ遊びを誘導しているジャイアンなのであった。わらわら。それでは次、コミックスプラス6巻、うつしごくろでは、うつしごくろという赤と黒のほくろがあり、赤のほくろを黒のほくろの性質にそっくりにさせる道具で、ジャイアンが野球で負けてカンカンになっていたので、のび太のクラスメイトおとなしさんの性質をジャイアンに移してみると、よく考えてみたら、監督の私の作戦がまずかったから負けたんだわ。それなのに皆さんのせいにして、私って本当にいけない子。どうなってんの、これ。どうか許してちょうだい、ねえ。と、おとなしさんがすごく良い子なのもあってか、反省して大泣きする乙女ジャイアン。もともと涙もろいのもあってかまた泣くのね。おとなしさんの性質かもしれないけどな。それでは次も同感、感激ドリンクでは、感激ドリンクという、感じ方が人の何十倍にもなるこの道具を、ジャイアンが飲んで、普段の怒りなどが何倍も増されるのだが、のび太がいじめた、わーと、普通何十倍でここでも大泣き、これは泣くわ。そして普段より感じやすいのか、のび太がいじめたと女の子みたいなメンタルになっているのだった。それでは次、コミックス11巻、催眠グラスでは、催眠グラスという、この道具をかけるだけで催眠術がかけられるもので、のび太はジャイアンに向かって、ジャイアンは優しい女の子だ。そうなの、あたい、女の子、入れてちょうだい。と、事情も知らない女の子をよそに、一緒にゴム飛びで遊ぶジャイアンなのであった。これは女の子困惑するでしょ。うむ、だからコミックス28巻、兄弟シールでは、兄弟シールという、他人でも兄と弟、それ以外にも兄と妹など血縁になれるこの道具で、のび太が兄、ジャイアンが妹になると、お兄ちゃん、あの子たち、私を入れてくれないのよ。と、今度は女の子たちのボール遊びに入れてもらえなかった。そりゃそうでしょ。普通にジャイアンが来たら怖いわ。そう、なので強行突破することも、藤子 F 不二雄大全集16巻、なりきりプレートでは、なりきりプレートという、この板に変えたものになりきれる道具で、ジャイアンの乱暴をやめさせるために、とっさにのび太がジャイアンにかけさせたのが、あらやだ、あたしったらはしたないことを、と、女の子になり、乱暴をやめたのは良いのだが、今度の劇ではあたしがシンデレラやるわよ。文句ある。と、今度は女番長のようになってしまい、女でも変わらずガキ大将しているのだった。さすがはジャイアン。もともと女子供に容赦ないけど、女になったら余計に遠慮がなくなってしまったのかもしれないな。では次、ここからはまた違った性別変化。先ほど恋に奥手なジャイアンと言ったが、実は実際に恋愛をすると結構嫉妬深かったり、根に持つタイプで、女になることでよりエスカレートするのである。まずはコミックス19巻、カップルテストバッジでは、カップルテストバッジという、
けた者同士が夫婦になれるこの道具。当初は静香ちゃんとのび太が夫婦ごっこをしていたのだが、いろいろあって、その間にジェイアンがこのバッジを拾ってつけてしまい。静ちゃん、のび太に慣れ慣れしくしないで。私、のび太さんの奥さんよ。奥さんは、あたしよ。あなた。奥さんが二人もいたのね。離婚するわ。あたしも。と、当然ではあるが不倫がバレてボコボコにされたり、コミックスプラス4巻100万ボルト瞳では、100万ボルト瞳というシール、このシールを目に貼ってウインクすると好意を持たれる道具で。と、まずはジェイアンがのび太に好意を抱き、すごい上目遣いでのび太を見てくるのだ。なんて気持ち悪い。しかもその後はそばにいるだけでいいと、のび太の服をずっと掴んでいるのだが、この時、運悪くスネ夫にも電流走る。俺ののび太に、慣れ慣れしく触るな。愛してるんだ彼を。それは僕も同じこと。と、今度はのび太を取り合ってチェストファイトが始まってしまうのだ。女の嫉妬は恐ろしい。そしてこのジェイアンの愛は、何ものび太だけに向けられるのではなく、コミックス35巻、しずちゃんとスイートホームでは、即席スイートホームという、後に入った人が先に入った人を激しく好きになるこの道具。この部屋に何も知らずに入るスネ夫とジェイアン、部屋に男二人、何も起きないわけがなく。じゃあ、助けて。俺がこんなにも愛しているのに。と、道具のせいでもあるが、重い愛を見せてくるジェイアンなのである。愛が重い。そして最後にコミックス37巻、卵の中のしずちゃんでは、すり込み卵という、中に入った人が15分経つと、開いた瞬間目の前の人を好きになっちゃう道具で、いろいろあって、街に落ちていた卵をスネ夫が見つけてしまい。やあ、ジェイアン。かわいい。よせよ、今さらわかりきったことを。スネ夫、俺はもうお前を離さないぞ。いいだろう。と、またしてもスネ夫がジェイアンの恋の犠牲になってしまうのでした。愛が重い。というわけで、これにて道具で乙女に変えられてしまったジェイアンの紹介を以上にするぜ。最後に、おまけでいろんな乙女ジェイアンを見ていくぞ。まだあるのか、お願いします。まずはポーズに関して、コミックス2巻、嘘つき鏡では、嘘つき鏡という、鏡に映った人を未少年少女に見せ、とにかくお世辞ばっかり言うこの鏡。この鏡いろいろあってみんなが裏山で永遠と眺めてしまうのだが、その時みんなはうっとりしており、その中でもジェイアンはひときわ乙女なポーズをとっている。このポーズの後々に多様なところでまたとっており、コミックス11巻、ジェイアン心の友にて、これはのび太の力でジェイアンがオリジナルレコードを作成し、その時のジャケットがこれであるが、このレコードを売り出す時のポスターが、乙女の愛の夢、そのポーズはまんま嘘つき鏡の時と左右対称になっており、これはジェイアンの乙女の愛のポーズなのである。これジェイアンの乙女なのか。っていうかそもそもこんなポーズ男なのによくやったな。ジェイアンはバラードも歌えるデリケートな心を持っているからな。自然と乙女の形がポーズに出てしまったのだろう。というわけでポーズに関しては以上。それでは次に役柄、コミックス22巻、ジェイコの恋人イコールのび太では、ジェイアン曰くジェイコがのび太に恋をしたらしいので、兄である俺をジェイコだと思って告白の練習をさせるジェイアン。そんな練習の一幕で、僕本当に君のこと好きなんだ。嬉しいわ、のび太さん。と、ここでは女の子役としてジェイアンは演技をしており、大長編20巻、のび太の太陽王伝説では、クラスの学芸会である白雪姫の配役を、みんなでくじ引きで決めようということになったのだが、と、まさかのジェイアンが白雪姫に選ばれてしまうのだった。ダメとは言わんか、いや、無理だろ。そして最後にコミックス3巻、奇世界カメラでは、奇世界カメラという、このカメラに写真を入れてシャッターを切ると、被写体の服を写真通りに変化させる道具で、のび太はこのカメラでジェイアンとスネ夫にいたずらし。と、無理やりドレスを着せられることもあるのでした。ザキコラ並みに似合ってないな。というわけで役柄による女ジェイアンでした。それでは最後に、ジェイアンではない女ジェイアン、コミックス17巻、アベコベ惑星では、ドラえもんが取り出した秘密道具、天球儀には、日本そっくりのアベコベの星があり、そこへ遊びに行ってみると。あれ？あんた、宿題を見せてくれる約束よ。だってできなかったのよ。いじめるのよせよ。難しい宿題で僕もできなかったんだ。と、この星にはみんなとマラクの性格と性別を持つ住人がいるようで、ジェイアンは気弱でなぜか頭が悪く、そしてワンワン泣いちゃう女の子になっているのでした。ジェイコがこういう運命をたどらなくてよかったよ。確かに、兄が女になった場合の出来が悪すぎるな。それではもう一つ、大長編15巻、ドラえもんのび太の創世日記では、のび太が作った星の住人で、白神様と呼ばれる蛇に生贄に捧げられる少女がいるのだが、この白神をこの時代ののび太に似た人物、のび彦が倒したと思い。まあ、なんと頼もしいお方、私のタイプだわ。お嫁さんになってあげる。
ると、なんとジャイアンそっくりの女性が登場し、のび太そっくりの男性に恋をするのだ。これは妹であるジェイコがのび太顔が好みであるとコミックスでは何度か判明するのだが、兄であるジャイアンもやっぱり、女として生まれればのび太顔が好みってことなんだろうな。血は争えないってことね。うむ、というわけでこれにて女ジャイアン、そして乙女ジャイアンの解説を以上にするぜ。ジャイアンは普段は凶暴でガサツな男であり、本人曰くデリケートで内気らしく、実際恋愛などにはすごく良くて、実は涙もろく情に熱い、それにお酒を飲むとそれがより顕著になるのだ。そして本人の趣味に花を広げようとメルヘンチックな計画を立てたり、隠し趣味としてままごとが好きで、道具によって女性化すると人形遊びを提案したこともあるのだ。作中では結構な頻度で道具によって女性に人格変化されており、内向的、すぐなく、同性には女番長、そして何より愛が重いのであった。そして女性に人格を変えずとも、女性の愛を歌ったバラードや坊主も撮っており、のび太の告白の練習相手、劇では白雪姫などを担当したことも、そして別の世界線のジャイアンは、まさに人格変化したジャイアンがそこにいるのであった。ドラえもんという作品の中では、時折性別を入れ替えたり違ったバージョンになることはままあるが、ちゃんと数えてはいないが、原作ではおそらくジャイアンは男性陣では一番多く、あの凶暴な性格を抑えるために変えたり、そして本人の素質もあってか乙女チックな一面を見ることが多いのだ。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。